今目薬をさしたけど別にスースーする目薬じゃないから、スースーする目薬じゃないから別に 目覚める効果もないんですけど、そう今はとても眠いです。なぜか。こんばんは、こんばんは。いやでも皆さんね、見に来てくださって嬉しいです本当にまあ1時間話していきたいと思います。そういえばさ、昨日さ、私さ、あの6時からの配信でアバター決めるって言ってたけどさ、忘れてた普通に。ちょっとまた後日にします。普通に忘れちゃった。危なくないわ、もう忘れてるからアウトなんだけどアウトなんだけど、また後日日を改めてやります。今日はちょっと喋ります。普通にこんばんは、こんばんは、ありがとうございます皆さん。こんばんは、こんばんは。アバター候補はないんだけど、その人間もいいし、でもなんか可愛いキャラクター、動物みたいな感じも可愛いなって思うからいいなって思うし、ちょっとまだ迷いつつあります。こんばんは、迷いつつあります。そう、昨日やるって言ってたんだけどすっかり忘れてて、今なんかハッと思い出しましたね。忘れちゃってたわ、すみません、忘れてました。また後日やりたいと思いますそう、可愛いアバターにしたい。なんか人間もいいし、でもなんか可愛い動物モチーフのアバターも可愛いなって思って迷うなっていうのがあります。でもアバターの期限は来年の5月ぐらいまでできるらしいから、まだまだ焦らないでも大丈夫らしいです。そうなのでね、また後日やる配信は設けたいと思います。1ありがとうございますっていう配信もまだできてないし、いつやろうかな。ちなみに明日は、まあ、多分今日と同じ時間帯ぐらいでできるんですけど、明後日は夜ができないので、夜できないけど逆に昼間とかはできそうな気がしてるので、昼間に12時とかからになるんですけど、まあ、他は20日までは夜ですね。こんばんは、こんばんは。夜な気がしています。ちなみになんですけども、はい、こんばんは。タネとカウント皆さんありがとうございます。今日の夜ご飯は魚食べてきました。18日で原宿行きたいですかだって。 18? なんかあるんですか原宿。あー、ゆずかちゃんに会えます。そうなの、カフェのやつ違うか、カフェのやつですか。ゆうやさん花束ありがとうございます。どうなんの、カフェか、行かないですけども、18日やるんだ。
ちらっとなんかカフェっていうのを見たけど18日私は原宿は行かないです。こんばんは。来たら行こうかな。めっちゃいいじゃないですか。コミさん、魔法の杖ありがとうございます。嬉しい。ふくらじクラダも出ました。ふくらじって毎週何曜日でしたっけ。18日なの、もしかして。毎週？毎月？毎週？どの派？どういう頻度だっけ。コミさん、かわいい、ありがとうございます。月1か。あ、今日やってた、もしかして。藤園レイちゃんとセイナさんのやつ、なんかツイッターで見たような気がしたな、そういえば。こんばんは。寝具にいくらするの？私の予想だと劇場版が1000円とかで、普通のシングルが1600円とか。私もなんか分かんないかも、今変わってないんじゃないのかな。変わってますか。私分かんないな。こんばんは、こんばんは。どうなんだろう、私の記憶上1000円と1600円な気だと思ってた分かんない。変わったんですか。ぶっちゃんさん、ありがとう、ありがとう。ぶっちゃん、ありがとうございます。パーカー、これは前に買ったやつ。 GU かな。こんばんは、こんばんは。わかんない、どうなんだろう。 CD っていくら。1000円、1600円。私もう昔買ってた時から買ってないからわからないな。ポニーテール最高、本当によかった、待ってました、ありがとう、ありがとうございます。皆さん、でも嬉しいです。ポニーテールいいって言ってもらえて。明日はきっと髪の毛下ろしてるんじゃないかな。ファン時代は全体買ってますか。買ってない。ファン時代ね、なんか CD とか買ってた。ファン時代って私結構小学生だったから全然全体とか買ってない。自分のお小遣いから買うみたいな感じだったから1枚とかしか買えてなかったそう。マカロンさん、魔法の杖ありがとうございます。今日も可愛いだった、ありがとうございますありがとう。あ、11位になれた、やったやった。この調子で10位いきたいですね。私の目標は10位以内に入ることなので10位いきたいです。いけるかな。なんかさ、いつもさ配信してる時はさ10位ぐらいになれて、
やっぱ配信してないとすぐ14位とか16位とかに下がっちゃう。もね、難しいですね、なかなか。こんばんは。そうだから全然1枚とか全然お金は小学生だったからなかなか買えなかったです。こんばんは、こんばんは。ね、そんなものですよね、そんなものですよ。はい。そんなものです。頑張ります。こんばんは。今日は火曜日ですよね。だからさ、まあどうって何にもないんですけど、CD のタイプを選んだ基準ってあったの？わかんない。どうなんだろう。忘れちゃった。私がでも買ったのが風は吹いていると。真夏のサウンズグッドぐらい記憶があるのは。火曜日の給料日です。だって嬉しいですね、給料日は。給料日は嬉しいですよね。そう、ちょっと何タイプ何買ったかとかどういう基準でとか覚えてないです。だけども小学生だから普通に CD 屋さん行ってなんか予約とかもせず買った。真夏のサンズグッドは投票のだけした気がします。真夏のサンズグッドのようにも買ったな、なんか忘れちゃったけど。このイベント目標はどこ？10位内で終わることです。目標は10位内で絶対に終わりたいです。ポニーシュシュの曲で、あー、ポニーテールとシュシュいいよね、めっちゃ好き。AKB ファン人生で一番枚数買ったのがクラルのお話し会だったって、ありがとう。いや本当にありがとうございますですよ、皆さん、お話し会とか来てくださった皆さん。ぶっちゃんハートありがとうございます、ありがとうございます。ね、でもね、初のお話し会が最後だったって。でもさ、私が卒業発表した後ってあんまりあれもなんか再販とかもあんまりなかった時に言ってた気がしたよね。あったっけ？なんか謎にさ、手首さ、蚊じゃないけどなんかに刺されてさ、痒い。蚊ほどなんかボツってなってないけど、なんか小さくボツってなってて痒い。痒いとあれなのかな、それはなかったですよね。それは残念だったな。痒いとっても、痒いとさ叩きたくなるよね。書きたくないから叩く。こんばんは、こんばんは。近くにないんですよ。え、蚊じゃないと思う、蚊じゃないと思う。蚊よりなんか小さくボツってなってる。なんだろう、蚊じゃないけどなんか痒くなるのあります？小さく、はい、まあ、ほっとけばいい。
こういうのって考えたらかゆいから、もうか忘れるのが一番ですよね。ね、これは忘れるのが一番ダメ、考えてると。近くにはないな。髪の毛は伸ばすの？一応伸ばそうかなとは思ってる、今のところね。だけど、まあ、切るかもしれないけど、今のところまだ伸ばそうとは思ってはいます、今のところ。だけど分かんない、切っちゃうかもしれないし伸ばすかもしれないしっていうのはちょっと分かんないんですけど、今のところ伸ばそうとしてるけど分かんない。普通に切りたくなったら切るし、伸ばしたかったら伸ばします。そう、それはまあ分かんない、自分のやりたい髪型をやります、やりたい時にやります。一番長くて、もう今より20センチぐらい長いと思います。長い時全然本当にめちゃ長かったです。で、一回ここまで切ってまた伸びてまた切りました。そう、急に来る、わかんない、急に来るのかな、切りたいなってなったりする。髪の毛を乾かすの面倒、そう、本当にそれは一番嫌です。私本当に乾かすの嫌だ、もうね。でも一昨日ぐらいもうめっちゃ眠くて、もう1日ぐらいいいかなとか思っちゃったんですけど、頑張って起きました。あんまり長い目じゃない、本当に。でも逆にここまで切ったの小学生ぶりとかだったんですよ、私。ここの短くしたの、肩上、肩につかないぐらいに切ったの小学生ぶりだから、そう、めっちゃどちらかというと長い時の方が多いです。そう、まあ、たまにここら辺までとかここら辺までとか全然あったけど、そう、いや難しいよね。目標達成ありがとうございます、ありがとう。髪の毛乾かせる寝落ちする次の、そうなんですよ、本当にそう。その寝落ちする時はいいんですけど、朝が嫌なの、朝が嫌だ。そういう朝の嫌さを思い出して頑張って乾かしました。髪の毛も痛むし、朝はやっぱ嫌だから、朝が大変だから、そう乾かしました。そう、小学生の時は一瞬ここまで切ったけど、私の黒歴史です。だから、そう、小学校の時あんま似合わなかったから、私髪短い似合わないんじゃないかなとか思いつつ、でも髪短くしたいなって思って、そう、卒業後やったっていう。小さい時もずっとロングだったの？どうだろう、短い時もあったし長い時もあった。ナイトキャップ持ってます、持ってます、最近使ってないけど一応持ってる。ナイトキャップ持ってるし、一応枕カバーも、髪の毛にいいっていう、そのナイトキャップの同じ素材、シルク、わかんないなんていうかわかんないんだけど、ナイトキャップと同じ素材の枕カバー使ってるんですけど、全然頭の後ろ鳥の巣になる本当に私どうやって寝てるのかレベルで後ろの髪が鳥の巣になるので、ね、寝つく時は最近上向いて頑張って寝てるんだけど、朝起きても上向いてるんだけど、なんかね、そう、一応多分シルクなんで、でもそんな高くないの使ってるから、本当のシルクって書いてあるけど本当にシルクなのか分かんないけど、一応ナイトキャップと枕カバーちゃんと髪の毛にいいよって言われてるやつ使ってるんですけど、ナイトキャップは今使ってないですねもうなんか使わず寝ちゃうんですけど、枕カバーは一応あれのままなんだけど、ちょっと、いや本当に私さ、ね、夜さどんな風に寝てるのか撮りたい。だけどさ、スマホでずっと撮れるものなのかな、暗いよね。だけど iPhone って暗くても、あ、
豆電なら映るかな。あ、トップ10になった。やったー、10位、ありがとうございます。ありがとうございます。さすがにナイトキャップの時は絡まってなかったかも。けどナイトキャップも朝起きたら取れてる時あるぐらいだからねえ、私寝相はそんな悪くないんだけど寝返りもいっちゃうっていうのかな、わかんないです。自分じゃ全くわかんない、全く動いてる記憶ないから全くわかんない。14名ありがとうございます。嬉しいですね。でもいっぱいね、少しでも上に行けるように頑張ります。配信時間変更の関係で今回は誰に、いやー私がね変更してしまったから全然大丈夫ですね。10位をキープできるように頑張ります。え、ね、どうなんだろう、怖いわ、やだわ、そんなそんなやだわ、どうなんだろうかな。逃げるってはいるけどさ。なぎださん魔法の杖ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、いやどうなんだろうね、めっちゃ気になるわ。ちょっとやってみようかな、ビデオを撮ってね。ブリーチしてないです。ずっとなんかこんぐらいの色をさまよってます。なんかこんぐらいの色になってちょっと暗くして、こんぐらいの色になってちょっと暗くしてみたいな感じ。撮ったら見せてください。嫌です。めちゃめちゃ寝相悪くて起きると布団とか飛んで、あーでもあるさ、冬とか寒くてちょっと起きるってのはあるかもしれない。布団がどっか行っちゃって。私もじゃあ寝相悪いのかな。そんな寝相悪くないと思ってるんだけどね、自分で、自分でそんな寝相悪くないと思ってるんだけど、まあ分かんないからね。撮ってみよう、いつか。最近 iPhone のあれもやばいから、容量も。羽山さん服ありがとうございます。 iPhone の容量もやばいので、ね、やばいです、ね、いきなりさ壊れてさ、多分私今バックアップも取れてない状態であるから、でどうしよう今のやつ全部なくなったらとかめっちゃ怖い。だから急に iPhone が壊れないことを祈ってる。ポテト GD さんかわいい、ありがとうございます。知らないうちに寝返るっていうのは、え、多分そうだと思う。私寝てる時って本当に全く記憶なくて、それそう本当に結構深い眠りについてるなと思います。夢も見ないし、あんまり夢も見ないからね。でしかも何も自分がどうなってるかも分かってないから、結構深い眠りにつけてるんだと思うけど、あんまりそんなわよく寝れたみたいな感じはないんだよね。こんばんは、こんばんは。朝とかやっぱ起きる時間があると、いやー眠いわーってなるし、あんまよく寝れた感ないんだけど、でも夢は見ないし寝れてるとは思うんだけど、不思議ですね。ね、よくわかんないけど、いきなりは壊れない、それならいい。だけど最近の予兆としては、まあ、アプリパターンって閉じたりとか、あとはなんだろう、この間ショールーム落ちて電源まで消えた電源まで消えた。次
次の日が休みだって言うのに、そう、寒くて次の日が、私休みの日はなんか全然2時とかに寝て7時に目覚めたりとかするんだけど、なんか7時に起きなきゃいけないっていう次の日予定があると2時に寝たらめっちゃ眠いし、なんか何も予定がない日だと全然本当に2時に寝て7時に起きるとか全然目覚めちゃうみたいなことあるけど、予定がある日だと例えばじゃあもう12時とかに寝ても7時に起きるってなると眠いから、私は何時に寝ても次の日予定があるってなると眠くなる人なんです。楽しい夢と怖い夢どっち？比較的怖い夢の方が多い気がする。あんまりああいい夢見たわと思った記憶がないもん私。夢ってなんか結構なんかおかしなことっていうかなんか変なことばっかり起こるから、え、なんかめっちゃいい夢見たっていうのあんまないです。そう、あんまりないですね、うん、なんか変な夢だったとか、あーなんか怖い夢だとか不思議な夢だみたいな感じのばっかで、楽しい夢って私あんま見たことないかもしれないね。たまに3時から目覚めてそのまま起きて、あー3時に目覚めちゃったらすごい大変だ大変だ、3時に目覚めたらまあ寝るかな、うん、次の日予定ある日に中途半端に目覚めたらちょっと悲しいよね。朝細さん服ありがとうございます。前田敦子さん夢見たことないです。ねえ寒いね外は。今日雨降ったじゃないですか。でも明日とかはね雨じゃないのかな。デジャブある？え、なんかさ、多分さ、なんかさ、皆さん一度はあると思うけどさ、あ、この状況見たことあるわってなったことありますよね。私もたまになる。え、なんかこれ、この状況見たことあるわっていう、前にもあったみたいなのあります。Now 23時。ということは、30分経ったか。ありがとうございます。なんかさ、私的に昨日もそうだったんだけど、18時半からのその1時間より夜の方がめっちゃ早く感じる。青いんさん魔法の杖ありがとうございます。なんでだろう、なんか18時からの1時間よりこの今夜やってる1時間の方が早く感じる。なんでだろう、なんでだろう、わかんない全くわかんないけど昨日もそうだった。夜の方が早く感じて、でもそう今も夜だしねえ、なんだろう。でももう11時また今日毎日言ってるけどさ、もうまた今日も1日終わっちゃったって感じでさ、本当に早い。だってもう11月も今日で半分終わったよ。早くない？ねえ、11月はもう半分終わったんですよ。とにかくやばいよねもう毎日言ってるよ私、この時間になるとああもう1日終わっちゃうっていう、毎日言ってますこういうの本当にさ、本当に毎日毎日言ってるよ私。だから多分明日も言うと思う、ああもう11時で1日終わっちゃうってね、毎日言うと思うけどすみません。でも本当に毎日思ってんのよ、やばもうこんな時間もう一日終わんじゃんって毎日思ってる。今年もあと45日ぐらい経ったね。やばい、無理無理。いやでも12月楽しみだわ私12月好きなんだよね。私も12月大好きだから
もう早く12月になってほしいとか思っちゃうと、あの早くてダメなんですよ。今年秋っぽさ、でもさ毎年秋っぽさってあんまり感じなくない？気づいたら冬になってたりとかさ、春とかもあんまなくてさ、気づいたら夏になってるとかあるよね。ね、サンタさん来ないですよもう来ないって。春と秋がないのあるあるだよね、本当に。好きな理由とは、理由はそんなにない。なんか雰囲気が好き。年末とかクリスマスとかの雰囲気が好きだから冬が好き。あとは夏は暑いから嫌で冬が好き。冬は汗かかないから冬が好き。サンタの真実すごい気づきましたか？なんかさTikTok でさ、なんか回ってきたのが、おすすめ流れてきたのがあって、なんかそのなんていうの、なんかなんていう、なんだろう、面白い回答をするみたいなやつがあって、なんかサンタが親だっていつ気づいたって聞いて、それに対しての面白い回答みたいな。それでさ、なんかさ、サンタって親っていつだけ気づいたって言われて、え、今返してる回答がすごい面白かったそう、でも今はそれを思い出したそう、すごい面白くない？なんかで今そのコメントがあって思い出しました。6月ぐらい暑かったもん。そう、暑いのよ。年末の忙しなく動いてる街な感じが好き。そう、私も本当に好き。年末はあっという間。何歳ぐらいの子？もう分かんない、27歳とかじゃないですかね。クリスマスとお正月どっち楽しみ？え、むず、どっちも楽しみ。どっちも楽しみです。今日は11時半になったら教えてください。11時半になったら終わりにするので、11時半になったら教えてください。いやー、でも今10位で嬉しいですありがとうございます。明日も頑張ろう。明日も同じ時間にしようかな、同じ時間にしようかな。18時半、7時半と、まあ一応10時にしようかな。また2回目は10時か10時半か、また明日になったら選びます。だけど23時44分しない。あ、本当ですか？あ、本当にみんなあと10分あれば参集できる。じゃああと10分、10分というか40分までやります。40分までやりますね。今何分ですか？ちなみに肩こりがえぐい。40分追加したらもうちょっとできる方がいっぱいいるかな。そしたらじゃあ40分までやります。じゃあ40分になったら教えてください。まあ定期的に今何分ですかって聞いちゃうかもしれないけど、時計ね、買いますiPad 近くに準備すればね。ねえ、多分また明日のお昼とか
今日の夜とかになると流されちゃうと思うから、まあちょっとでもね、やりたいと思います。やれとげないです。なら8時あ23時40分までやりたいと思います。終わったらそこお風呂入ろう。またこんばんは。こんばんは。22時30分に3週目書きのゲーゲーマニアス、おーありがとうございます。そしたら23時40分までにやります。23時40分までやりますので、皆さんぜひお願いしますぜひぜひ。ぜひお願いします。まあ、あと30分ぐらいかな。そしたら40分の3周切るわって、ありがとう、すごいすごい。じゃあ40分までやります。じゃあ、あと30分話していきたいと思います何話そうかな、何話そう、何話そうって言っちゃうとさ迷うよね。こういう何話そうとか言っちゃうとさ迷っちゃうからさ、ダメだよそう、何話そうとか言っちゃうとダメじゃないですか。だからダメだよね。どんな焼き魚食べたんですか。ホッケ、ホッケ。最近一番笑ったことは、なんだろう、私でもまあ基本笑ってるんだけど、基本はなんか忘れちゃうんだよね基本忘れる。なんか何に笑ったっていつも覚えてないけど、でも結構毎日笑ってますね。基本笑ってるんだけど、私あんまり覚えてない何に笑ったか。なんかあったかな、なんかあったかな、あんまりないな。今旅行行けるのか行きたい？沖縄、福岡、大阪、京都、北海道。なんかあったかな？最近本当に覚えてない。でも本当に毎日笑ってますよ毎日笑ってるんだけど、特に覚えてない。逆にあります？面白いエピソード教えてください最近 TikTok でもなんかちょっと笑ったのあった気がしたけど忘れたし、基本私すぐ忘れる人間。一人旅でもできる、いやずっとしたいってのはあるけどさ、まだ一回もしたことないです。いつも憧れで終わる。そうずっと、あ一人旅してみたいなとか思いつつ、でも一人旅、でもね日帰り一人旅なら全然できるんだけど、一泊二日とかの一人旅だと、いやちょっと寂しいかなみたいな気持ちになりそうです。うん、なんだろう、夜あのホテルの時間で一人ってさ結構寂しい。なんか日帰りなら全然どこでも行けるんだけどね、寂しいなって思うからあれだけど、でもあの日帰りなら私どこでも行きたい、ど
こでも行けるってか、一人でゆったりするのも気分転換でさいいのかもしれないなとは思うけどね。なんかすっごい心を休められそうだなと思う。お母さんと出かけしますか。しますします。こんばんは。こんばんは。ね、なんか旅館とかに泊まってみたい。そしたら旅館とかに泊まりたいか。あと私憧れはあの何旅館とかでお部屋食で食べれるところに行きたいです。旅行なんか結構なんか家族で旅行とかたらやっぱホテルのなんか何すごいなんかバイキングがあるホテルとかそういう系が多いから、旅館でお部屋でなんか美味しいご飯が食べれるところにゆったり泊まりたいなって思います最近ね。憧れるよね。私もめっちゃそれに今憧れてて、やっぱ部屋お部屋でご飯食べれるのいいよね。そう、旅館でゆったりしたいですかね。今どこも旅館はいっぱい。そうなの？なんかあれやってんの？なんか旅行支援みたいな。畳の部屋とかいいよね。いいですよね。ね、私旅館ってあんまというか泊まったことないかもしれない。ホテルばっか。全国旅行支援なみたい。今まだやってんのかな。どうなんだろう。なんかさ、ディズニーのワクワク割とかもあったじゃん。めちゃめちゃね、チケット買うのに混んだよね。ネットでだけど全然入れないみたいな。旅行行ってみたいね。旅行ね、行ってみたい。あ、旅館だ、旅館かなり宿泊大好き。じゃあ今が行き時なのかな。旅行割使ってないな、まだよく分かんなくて。3人旅行行ったら旅館ではないですね、多分。ではないけど楽しかったなねえ。また3人で行きたい、どっか。本当にねえ。足が痛。参考で旅行って楽しいよ。もうめっちゃ楽しい。もう最高に楽しいですよ。なかなかね、予定が合わないよね。なかなか合わないですよ、予定が。難しいもので。ね、熱海行きたいな。熱海行きたいです。いやでもさ、あとちょっとで私卒業しても1年経っちゃうからやばくないですか足のしびれ対策何かした？してない。今は体育座りしてるんですけど、足はしびれてないけど、ちょっと背骨が痛い。私がでも考えたのは、このイベントはなんだっけな、クオカードペイかな、が順位によってもらえるんです。だからそれで
椅子が欲しいですね。とても椅子が欲しい。もうその今思ったけどさ、アマゾンペイとかじゃないからさ、クオカードペイみたいなやつだから椅子は買えるのか分かんないけど、どこのお店で使えるのか分かんない。椅子が欲しいです。座椅子かな。床に直なの。なんかあの一応クッションは敷いてる、クッションの上に座ってるみたいな、こんぐらいの。ないねともらえるの。でも順位によってそのもらえる額が変わるみたいなやつで、さ一応30何位までは何円かぐらいはもらえるみたいなやつのやつでした。いやでも配信場所を変えればいいんだと思って、ヨギボーみたい、ヨギボーね、いいよね。いやヨギボーみたいになったらもう最高だよ、最高だよ。一応ねクッションの上には座ってるんだけど、かなんか全然なんか背骨が痛い。背骨が痛いです。そう、お願いたいです。まさか椅子に座ってやればいいのかもしれないですね。配信場所を変えればいいのかな。畳の温泉旅館に行くしかない。畳いいね。ね。ウェブカメラは、ウェブカメラ。パソコンを準備しないと。ウェブカメラ来て、背筋を伸ばして。あでもさ、ウェブカメラ来たらすごい嬉しい。だってさ、そっちで、でもパソコンがないっていうのはちょっとどうしようっていう問題だけど、ね、スマホをさ持てるじゃないですか。ね、それはとても嬉しいかもしれない。なんか調べたりとかできるじゃん。今もうスマホでやっちゃってるから、もうスマホいじれないんですよ。まあ、いじんないけど、そんな別に。だけどなんか写真見せたい時とかさ、見せれないわけじゃないですか。あとはなんかゲームやったりとか、ゲームは別にやらないけど、なんかできないじゃないですか。だけど iPhone が開くってのはとても嬉しいです。ね、それは嬉しい。
ちょうどね、いや iPhone もっかったら買わないけどちょっとお墓に配信用のあったらいいなとか思ってたから、ね、それは嬉しい。画質もいいかもしれないね。画質もいいかもしれないですね。14プロは買わないことにしたの？え、あのね、一旦今日の朝まではいや今別に使えてるからいいやと思ったんだけど、今日の朝またあの欲しい欲に駆られましたまだ迷ってるけど、あの取り置きが1週間で明日までなんだよね。だからもうそろそろ決断しないとなんだけど、でもどうしよう、まだ使えるって使えるけど、で私にプロも必要なのかみたいなんだけど、買えるならプロがいいと思って。でも言うてまだ、そうなんです、まだ使えてるんだよね。しかもまだ2年も経ってないんだよね、今のあの12使ってて。そう、まだ2年も経ってないから、2年使ってからでいいかなとか思ってる。今はプロじゃない普通の12です。そう、2年使ってから変えようかな、プロに。もうちょっとしたら変えよう、まだいいやって思ってるけど、なんか街とかでプロ見てる、プロ使ってる方を見るとプロにしたくなるけど、まだいいや、2年経ったらプロに変えます。15プロ、あーそっか、もう15プロも出る時になるかもしれないのか。どん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 進化するからね。え、でも私さ、何13プロの13プロより14プロってめっちゃカメラでかくないですか。びっくりしちゃって、14プロ見た時え、こんなカメラでかいのと思ってびっくりしちゃったんだけど、めっちゃ14プロカメラでかいよね。びっくりしちゃったね、想像以上に、想像以上にでかくてびっくりしちゃったんだけど。でも13プロから変わってないのかな、変わってる気がした。私の予想以上に14プロのカメラが大きくてびっくりした部屋ってこんな大きいのと思ってびっくりしました。わかんない、私の感想ね、個人的な。そんなでかいと思わない方もいるかもしれないし、変わってないって。何を自分撮影するの、自撮り。え、私でも何言うて、そんなカメラ、ね、風景めっちゃこだわって撮るとかでもないから。でなんでプロが欲しいかって言うと、やっぱ見た目プロがいいなとか思っちゃう、なんかそんな変な理由だから、まあ、画質も良ければめっちゃ良い方がいいのはもちろんそうなんだけどさ、なんかね、だからそこまでめっちゃ、はい、風景撮るとかでもないし、全然14とかで私には十分なのかもしれないけど、そう見た目プロっていう見た目がなんかいいなとか思っちゃって、まあプラス画質がいいのもめっちゃいいしみたいな感じの理由でしかないから、まだ迷ってるんだよね。そうカメラやる予定はないです。うん、なんかさ、14普通の14でも普通に絶対画質はいいと思うんだよね、普通に。普
通のとプロってそんなに見た目違ったっけ。カメラが2個か3つかの違いですね全然違わないと思うけど、まあカメラが2個か3つかみたいな。いや私はでも前はねプロじゃなくて2つの方がいいとか思ってたんだけど、なんかだん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 なんかプロ3つついてるの見てなんかいいなーみたいないいなーって思うようになってきて、なんか今欲しくなった。マーさん魔法の杖ありがとうございます。そうなんです。いやでも迷うな。迷うな。でもとりあえずまだいいかな、使えてるからね。使えてるのに変えるのはもったいないよね。なんか今日前髪割れてなくて、あ、ちょっと割れてるけど、そんないつも以上に割れてなくていい感じかもしれない。いつも以上には割れてない気がする、前髪が。キャンセル、なんか1週間経てば自動的に多分キャンセルなるやつだと思います。ただいまの時刻は何時ですか？20分ぐらいですか。とてもあと10分やったら終わりにしたいと思います。こんばんは、こんばんは。あと10分したら終わりにしますね、はい、こんばんは、こんばんは。今まだ10位です。今日まであと2万7千ポイントだからまだ10位ですよ。私は目標は10位内なのでそう、まあ10位で、まあ、2日目も終わり、昨日何位で終わったか忘れてたけど10位で終われてよかったです。明日また下がっちゃうかもしれないけど、また10位目指して頑張って、また下がっちゃうかもしれないけど10位目指して頑張ってね、最終的に。いやでもね難しいけど、目標高く高くいきたいと思いますね。目標高く言っとく言っとく。プロのペースに行こうね。ありがとうございます、頑張ります。明日の時間は今日と同じぐらいでやりたいと思います。まず6時半6時半から7時半でやりますね。6時半から7時半でやるので、また配信予約は入れておきたいと思います。ぜひ見てください。2回目はまあ10時か10時半、明日になったら夜決めます。はい、ね、でも17はまあお昼の時間にやろうと思うので、
またそれも明日になったら、明日のはやろう、明後日のはやろうと思います。見れるとき見てくださったら嬉しいです。まあ、今日はあと10分で終わるんですけども、こうやって40分にできるってことは、40何分まで配信できればいいのかな。40分のあと何分までやったらいいとかありますか。普通と40分のあと何分ぐらいやればいいとかありますかね。ないかな、あるかな。45分、でも40分なりました。今40分なった。種が投げてくださってる方がいる。こんばんは、こんばんは。あ、まだ36分か。じゃあまだか。ありがとうございます。垂れ投げてくださってる方。ありがとうございます。今日もあっという間。今日は美味しいフィナンシェを食べました、そういえば。美味しいフィナンシェ、なんか、ちゃんとしたお店のフィナンシェを買って、食べました。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、ちゃんとフィナンシェ美味しそうなお店で買ったんですよ。でそれを食べたんですけど、いや美味しかったですね。なんかカリッてしてました、外。クサビフグさん、こんばんは、こんばんは。そう、めちゃめちゃ美味しかった。ベスト3まではいかないけど、そういう何、洋菓子、なんかマドレーヌとかフィナンシェとかそういうのの中でしたらベスト3に入るかも。洋菓子の中だとベスト3かな。どこまでが洋菓子なのかわかんないけど、今パッと思いついたのは、まあ、そしたら第3位フィナンシェ、第2位ガトーショコラ、第1位マカロンかな。なんかね、今パッと思いついたのだから、まだまだ洋菓子って言ったらまだいっぱいあるかもしれないけど、たまに今思いついたのはあれですかね。その3つが私の中のベスト3です。そう、そのうちのさ、3のあれもカヌレも好きだ、カヌレも好きだし、ちょっと選びきれないんですけど、その中に、まあ、上位に入ってるフィナンシェを今日は食べれたので、いい一日でした。あ、もう40分なったのかな。垂れ投げてくださってる、ありがとうございます。あ、私卒業公演でさ、ベスト3言ってたわ。私ポテト、お寿司、私もでも思い出せない。自分でも思い出せない。40分、なるほど。あ、じゃあ38分、でも40分だったら投げれるって言ってくださった方が今投げてくださってるから、もう、まあ、もうあと 2,3 分したら終わります。最終間に合った、ありがとう、ありがとうございます。
も3週って他の方のルームを見て集めてきてくださってるってことですか？それでな、どんぐらいの時間見たらもう何個もらえるんですか？ありがとうございます。すごい集めてくださってるってことですね。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんすごい大変だよね。ありがとうございます。種集めの時はクララ、そうだよね、確かに閉じるもんね。見る端末と星集める端末分けても、そうなんだ、そういう手もあるんだ。ありがとうございます。種集めしてくださってありがとうございます。なるほどね。そういうことに、ありがとうございます。皆さん本当に、引退退社じゃない、そうだよね、確かにありがとうございます。30秒かける30回見て、そういうこと、ありがとうございます。いろんな部屋を回らなきゃいけないってことなのかな。さ、そういうことね。ありがとうございます。いっぱい集めて。なるほど、なるほどです。ありがとうございます。じゃあ、あと 2分ちょっとしたら終わりにしますね。筒の端に1回しかもらえない、そうなんだ。大変、ありがとうございます。本当に感謝感謝です。いうことね、やっぱりこの初訪問の方も多分そうしたらいっぱい星集めに来てくれてるってことなのね。なるほど、ありがとうございます皆さんありがとうございます。 CMS さん、6位マルさん、5位ぶっちゃんさん、4位チーズさん、3位 TL トロさん、2位マーさん、1位コミさん、ありがとうございます。ありがとうございます皆さん。したら皆さん星種ありがとうございます本当に。したら終わりにしたいと思います。ありがとうございました。また明日18時からやるので、ぜひ見てくださったら嬉しいです。ありがとうございます。種投げてくださってる。これが終わったら配信切ります。ありがとうございます。そしたら切ります。ありがとうございます。た
種投げてくださってる方がね、終わったら、あ、じゃあ切ります。ありがとうございました。